それではおすすめのカクテルを作ります。今日はね、ショートカクテルを、まあちょっと強い場合、それをですね、薄めてアレンジをするカクテルを作ります。まずはベースはこちら、ジンです。で、ジンはもう本当にたくさんの有名なショートカクテル、美味しいカクテルが多いんですが、やっぱりね、ショートカクテルっていうのはアルコールが強いんですよね。で、それに合わせるのはこちら、ライムジュースです。で、これに甘みを足してシェイクをすると、ギムレットっていう名前のカクテルになるんですが、まあ美味しいんですよ。ただちょっとアルコールが強いんですよね。そこでソーダやトニックなどで、まあ、割ると美味しくなるんですけども、割る分ちょっと甘めをですね、多めに入れます。まあそれがね、ちょっとしたポイントなんですが、うん、OK。 で、氷を入れてシェイクをします。回数は、まあ、ショートカクテルの時と同じくらいでいいんですけども、まあ、これは少し甘めのギムレットがこれ出来上がった状態になっておるんですが、これでさっぱりめにしたい場合はソーダ、そして少しね、甘めが欲しいなっていう場合はトニックで割ると、この場合美味しくなります。まあ、ソーダの量に応じてアルコール度数がどんどん、まあ、下がっていくので、そのあたりはちょっと調節をしながら自分の美味しいところを見つけるといいでしょう。お待たせいたしました、ギムレットハイボールです。どうぞ。